はいどうもこんにちは、ゆきろです。今回はこちらのミニプラを組み立てていきます。スーパーミニプラジャイアントゴーグとなっております。箱のデザインはね、これゴーグの胸のマークですね。そして天面は顔、ゴーグの顔はやっぱり可愛いですね。はい、底はなし、サイドは裏はこのようになっております。はい、もう早速開けていきます。今回はね、全2種類ですね。まずはゴーグ、そしてマロンガーディアン。はい、まずはゴーグから見ていきましょう。懐かしいテイストのイラストが描かれております。サイドはラインナップ、裏面はゴーグの仕様や説明など、横もラインナップ、上下マロンガーディアンの方も見ていきます。全体はこんな感じですね。中身はほぼほぼ青のランナーで、一部グレーのランナーがついております。ランナーの量自体は結構多いですね。そして本体のガム、そして説明書とシールなんですが、このシールがね、かなりのシール地獄ですね。これはね、塗った方が早いですね。これ今回使わないですね。説明書の表面はこんな感じです。裏はこんな感じです。あ、ちょっとね、目だけシール貼ろうかなと思ったんですけど、これはダメですね。すぐ剥がれます。これはザンボットの悪夢再びだわ。ダメだこれ、やっぱり目も塗るべきですね。シールはダメだこれ、本当にバンダイ全く反省してないねこれ。あのシールがあんなんじゃ仕方ないんでね、もう先目だけ塗ります。はい、こんな感じでいきましょう。はい、ゴーグ素組みが終わったので、素組みの状態で一瞬見てみます。この状態では、塗装している部分は目だけですね。胸元や、フェイス周りは元から塗装されているパーツです。全身の黒模様なんかは、こちらのシールで再現できるようになってるんですけどね、目のシールを貼った時にこれ全然貼り付かなかったんで、もうこれは使ったらダメだなと思いましたね。なのでここからは塗装して仕上げたいと思います。
はい、ちょっとすっ飛ばした感はありますが、塗装まで全部終えたのでこれから組みたいと思います。はい、スーパーミニプラジャイアントゴーグ完成です。一周見ていきましょう。全体はこんな感じです。付属品はまずはこの 180mm 砲ですね。そしてこちらにレーザー砲があります。そして付け替え用の手首が左右3つずつ、そしてここに、ちっちゃいんですけどユウくんのフィギュアがあります。ちなみにこの状態で 180mm 砲は、添えてるだけなので固定はされてないですね。はい、では近くで見ていきます。足元からここの黒ラインは、シールではなく塗装にしました。今回シールは全く使ってないですね。なので、こういう黒の部分ですね、黒の部分は全部塗装になっております。ここもそうですね。あとはラインなんかも全部塗装ですね。スラスターの中も黒です。そして、胸の赤のマークはこれは元から塗られていた部分ですね。そして、顔周りや首周りの黄色の部分は塗装となっております。あと肩も塗装ですね。目玉とかもね、これシールついてたからシールでいこうと思ったんですけど、ちょっとシールがあまりにも貼り付きが悪すぎたんでこちらも、塗装しております。そして、胸のハッチを開いてコクピット部分は、グレーで塗装しております。結構ねポロリが多いんですね、こういう風に。特にポロリがひどかったのはこの部品ですね。背中のこの部品がね、乗せてるだけなんでね、すぐ取れるんですよね。もうここは接着しております。というかスナップフィットなんですけど、もう全身合わせ目という合わせ目は全て、接着しております。腰アーマーもねポロリが多いんですよね。ここも接着しております。はい、では可動を見ていきます。首はボールジョイントですね。このように自由に動きます。肩は1回転、真横にも上げれます。そしてロール、引き出し関節になっているので前方向に曲げることもできます。肘はデフォルトで90度。そして、関節を伸ばすことで、これぐらいまで曲がることができます。手首はボールジョイント、腰もボールジョイントですね。このように回ります。フロントアーマーは動きません、サイドアーマーは伸縮式、そしてこのように多少動きます。ここもねポロリがひどかったですね。ここは接着はしてないんですけど軸を太らせております。ポロリというかここはすっぽりって感じでしたね。スポッと抜けました。リアアーマーはこのように動きます。はい、また関節ですが、デフォルトではこれぐらいですね。後ろは、リアアーマーがあるのでこれぐらいになります。そしてまた関節を下に引き出すと、このようにまた関節自体が下に降りてくるようになっております。このことによって90度まで前に上げることができます。膝は90度、95度ぐらいですかね。ここも関節を伸ばすことによってさらに曲げることができます。
まあ、180度までとはいかないですけど、これだけ曲がれば十分でしょう。そして足首はボールジョイント、ここも引き出し式になっていて、引き出すことによってさらに可動範囲が広がります。手首のパーツですが、まずは握り拳ですね。こちらは武器持ち用の握り拳。そして平手、さらに、表情付きの指をぐわっと開けた平手ですね。この2種類、合計4種類が付いております。レーザー砲を持たせるときは、パイプ部分をこのようにバックパックに差し込みます。あとはユウくんのフィギュアを頭の上に乗せることができます。これは特に固定とかされてないですね。ペットボトルと比べると大きさはこれぐらいになります。144分の1のガンダムと比べるとこんな感じです。ほぼほぼ同じ大きさですね。はい、というわけで今回はスーパーミニプラのジャイアントゴーグでした。本当はね、今日中にマノンガーディアンも作って2体、で動画にするつもりだったんですけど、結構ね、予想以上に作るのに時間がかかって、今日はゴーグだけで終わります。マノンガーディアンはまた機会があれば次回やりたいと思います。はい、感想なんですけど、ゴーグの出来自体はね、すごくいいですね。これはまさに劇中のゴーグそのままですね。ゴーグ自体のアニメは見たことはあるんですけど、話は全然覚えてないですね。なのでもうイメージですね、劇中のイメージでなぞってみると、まあこの体型というかこのフォルムはまさに劇中のゴーグです。造形はよくできています。しかし、やっぱりミニプラの癖っていうんですかね、ザンボットの時も思ったんですけど、シールがとにかく貼りづらい、貼り付かないんですよね。すぐベロベロ剥がれてくるんで、これは使い物にならないですね。この辺は全然成長してないなと思いました。あとはポロリですよね。ポロリもひどい。とにかくね、あちこちのパーツが、ポロ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 外れますね。これもね、マイナスですね。接着剤不要って書いてますけどね、接着剤は、いります。あちこち外れるんで、接着剤で補強しながら作っていくのがいいと思います。はい、そんなとこですね。この他にもスーパーミニプラの他の商品やいろいろおもちゃの動画とか上げておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。あとはチャンネル登録や高評価、コメントなどお待ちしております。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。ゴー、過去と未来の扉を開く、鍵を探して、 Go 君と行くのさ、冒険の旅、巡り会いたい。